田祐馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田祐馬です。内田祐馬ハートヒートホップ81回目でございますけども、武道館ライブ近づいてまいりました。先日発表されましたが、今回はなんとバンド形式というところでございまして、皆さんね、生バンドです。内田祐馬初生バンド。まあ、兄様出演させていただいたりとか、キンスパの時とかはですね、もうそのライブ自体にね、バンドのメンバーの方いらっしゃったんで、そこで一緒にバンドの方とやらせていただいたりとかはあったんですけど、内田バンドとしては初めてでございますのでね、ツイッターの方にバンドのねメンバーをこう紹介してですね、いるね動画とか上げてるんで、ぜひそっちも見ていただきたいんですけども、まあ本当にリハは始まりたてなので、ここからね一個ずつ詰めていこうみたいなとこですが、もうねすでにやばい、めちゃくちゃいい感じ。やっぱね、生の楽器のこう音圧、やっぱめちゃくちゃいいですね。なんかすごいね、やっぱこうバーンってね、テンションがね、こっちもやる側もねテンション上がるし、やっぱ今まで聴いてた楽曲の雰囲気がちょっとやっぱ変わる。全然ね、やっぱなんかさらにこう違う感じになるから、こうライブじゃないとね見れないし聴けないよね。生バンドの魅力ってやっぱここ今しか生まれない、これだなっていう、そういう感じがねしますね。いや、ぜひ皆さんにはね、この初生バンド内田祐馬のライブ見ていただきたいんでございますけども、もうね内田ダンスの方もね絶賛やっておりますんで、ね、今回歌とダンスと、もう今までの内田も全部盛りでね作っておりますから、ぜひ遊びに来てくださいというところで、そろそろ始めていきましょうかね。今夜も30分、ハートヒートホップ。内田祐馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田祐馬ハートヒートホップ。改めまして内田祐馬です。ここから近況トークのお時間でございますけども、オンエア日的に、10月の15日がミュージックフェア放送だったというところで、皆さんご覧いただけましたでしょうか。もうミュージックフェア、カミンバックぶりにですね出演させていただいてですね、1年もう半ぶりぐらいになるんですかね、はい、出演させていただいてですね、非常に楽しかったんですけども、まあ、今回コングラッツをね歌わせていただきまして、初披露というところでですね、まあ、みんなで楽しくパフォーマンスをしてまいりました。まあ、でもだいぶミュージックフェアさんもですね、本当にこうちょっとずつホーム感が個人的にはすごく出てきたなというか、感じさせてもらえるようになってきてですね、まあ、カルベさんとね目覚ましテレビで9月にお会いしてからのミュージックフェアだったので、すごいなんかこうこんな早く再会できるなんてっていうところでね、めちゃくちゃ嬉しかったという、そんなミュージックフェアでございました。まあ皆様見ていただいた方、感想ぜひ送ってきていただいてね、また改めて話したいと思いますけども、まあ、コングラッツを初めて見ていただいて、皆さんね、あ、内田祐馬こんな感じなんだっていうのを知ってもらえた、放送だったかなという、とも思いますので、本当にミュージックフェアさん本当に本当にありがとうございますというところで、内田祐馬に興味を持っていただいた方はぜひ武道館にお越しくださいませ。よろしくお願いします。さあ、というわけでここからはリスナーの皆さんのお便りご紹介してまいりましょう。ラジオネームイクハさんからいただきました。ユームクスタッフ皆さんこんばんは、毎週楽しみにしています。ビサイドユー解放誌3冊目届きました。ユーマくんの直筆メッセージや1ページ丸ごと写真のページ、お誕生日企画の乗馬など前回よりさらにパワーアップしていたような気がします。乗馬体験のレポートでは思っていたより本格的で、私は馬にまたがってちょっと歩いたことがある程度なので、ぜひ体験してみたいなと思いました。乗馬の際の裏話などありましたらぜひ聞きたいです。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですが、お体に気をつけてお過ごしくださいといただいております。ありがとうございます。さあ、というわけでね、この解放誌皆さんご覧いただいておりますでしょうか。
まあいろいろこの開放誌には情報が載ってまして、それこそ先ほど話した生バンドやりますみたいなのも、開放誌をご覧になった方は先にね、一足先にお伝えしていたような形になっているんですけども、まあその中でまあ誕生日だということで、僕のやりたいことをまあやらせてくれて、それから乗馬やらせていただいたんですけどね、皆さんやったことありますか？乗馬ね、めちゃくちゃ楽しいですよ。もうね、まず馬に乗るってこと自体がまあ超新鮮じゃないですか。でやっぱり怖かったんですよ最初。やっぱお馬さんどんな感じかわかんないですか。なんかどうしよう、結構なこう暴れ馬来たらどうしようかなとか勝手にまあいろいろ想像してたんですけど、むちゃくちゃいい子、むちゃくちゃいい子で、でもうジュピターちゃんっていうね、お馬さんなんですけど、なんか本当にね、僕がこう乗って、それこそ最初はこう引いてもらってね、その乗馬クラブの人に引いてもらってこう乗る、まあ本当乗っかってるっていう感覚だったんですけど、ちょっと走ってみましょうかっつって、でちょっとこうスピード出てくるとこう前後す、僕らが体を前後こう立ったり座ったりしながら馬のリズムとこう自分を合わせていくっていうのをやるんだけど、これがねやっぱ最初全然合わなかった、全然合わなくて、うわこれ難しいなと思ってたんだけど、徐々にリズムが合ってきた。ジュピターと俺のリズムが合ってきたんだよな、なんかジュピターとの呼吸がめちゃくちゃいいなってなってきたら、まあやっぱ乗馬クラブの方が そこまでリズムやっぱ合う人なかなか最初だといないらしくて、なんかもしよかったらちょっとこうもうちょっと広い広場で誘導やってみますかっていう、これ誘導っていうのはまあ要は左曲がってっていうのを僕が指示をする、そうそうそう、もうクラブの人じゃなくて僕が自身が指示しながらちょっと歩きますかみたいなので、それやらせてもらって、で僕もねそれもねジュピターがめちゃくちゃね言うことを聞いてくれて、広場をねぐるっとちょっと一周半周ぐらいさせてもらって、でもそのなんかこう一緒になんか会話してる感じがめちゃくちゃ可愛くてね、すっごい嬉しかったです。で乗馬クラブの人にまあすごいこのお馬さんたち、まあ本当ね結構当日だけでもいたんですよ、10頭ぐらいいらっしゃったのか、でみんなおいくつぐらいなんですかって聞いたんですけど、そしたら、あこの子たち、あこの子たちですか、みんな多分大学とか、まあ、卒業してみたいな、違うクラブの人たちじゃなくて馬の子たちなんかでめちゃくちゃ面白かったんですそう、大体でも大体5、6ぐらい、6歳ぐらいって言ってた気がしますね。お馬さんたちそれぐらいのでも年齢の子たちだから、もうかなり落ち着いた子たちが多いんで、めちゃくちゃなんか言うことも聞いてくれるような、本当にそういう穏やかな、すごい可愛かったですね本当に。もうぜひね皆様もね乗馬興味あるなという方は一回チャレンジしてほしいですね。なんか本当に昔ねバナナフィッシュやってた時に平田弘明さんからその乗馬話を聞いたことがあって、平田さんもやられたことがあったから、その時すごいなんかね、うわめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいんだよっていう話をねすごい聞いてたから、やりたいなやりたいなって、ね、その時からずっと思ってた。4年越しの夢、平田さんに連絡してみようかな乗りましたって言ってめちゃくちゃ嬉しいですけどね。はい、というわけでありがとうございます。さらに、ラジオネームいちごドーナツさんからいただきました。岩くん、スタッフの皆さんこんばんは。毎週楽しい時間ありがとうございます。ついにブルーロックの放送が始まりましたね。早速1話を拝見させていただきました。ゆうまくんがラジオやインタビューでおっしゃっていたサッカー漫画だけどサッカーの常識をぶっ壊すってコメント通り、冒頭からいい意味で期待を裏切られました。特に後半のよいちくんとめぐるくんは激アツでめちゃくちゃかっこよかったです。あの場面を見た時、あ好きと思わず言葉がこぼれてしまいました。1話を見終わった今もうハマる予感しかしません。クセ強なメンバーの中でゆうまくんが演じるレオはどんなキャラクターなのか、登場回が楽しみです、というふうにいただきました。ブルーロックご覧いただきましたか。青い監獄と呼ばれているブルーロックでございますけども、サッカー漫画てかサッカー皆さんねご存知ですか。ご存知だと思うんですけどサッカーはやっぱりチーム
性じゃないですか。チームスポーツなんですけど、まあ、いっぱいあるわけですよ、ポジションが、フォワードとかミッドフィールダー、キーパーとか。このサッカー、この作品でそんなものはございません。そんなものはございませんって言うとあれなんですけど、ありません。この作品はもうあのフォワード、強いフォワードを育てるという、最強のストライカーを育てるという、目的でですね、やってるんで、全員フォワードっていうところから始まるサッカー漫画。もうむちゃくちゃですね。むちゃくちゃ、むちゃくちゃなんですよ。でもね、それがね、もうね、むちゃくちゃ面白い。本当にあのサッカー漫画の、その、こう、みんなでサッカーを作っていくとか、まあ、そういうやっぱ流れというか、まあ、サッカーをやっていくっていう意味ではやっぱチーム戦っていうところをこうピックアップするってことは多かったりするんですけど、まずその一人エゴイストになれと、もう俺についてこいというか、俺のこのシュートを決めるっていう俺のだけを見ろというか、そういう人材をまあ、見つける育てるという、まあ、そういうところから始まるっていうブルーロック、かなりね刺激的です。で収録をまあ結構進んでるんですけど、まあ、あのレオはもうちょっとね先かな、登場してくるの先かなと思うんですけど、もうね心揺さぶられまくる。本当にブルーロックはね、読んでる、まあ、僕レオ側の目線で見るからっていうのもあるんですけど、むちゃくちゃ心ね揺さぶられてですね。で漫画見てる段階で、まあ、割とプレーンに僕見ることの方が多いんですけど、あこういう、まあ、立ち位置なのかなとか、こういうキャラがいてとか、いろいろそういうことをなんかそうこう考えながら読んじゃったりするんですけど、まあ、お仕事はだとね。でもなんか単純にもう多分レオ視点で見て、なんやねんみたいな、もうなんやねんこいつらみたいな、なんか本当にこうなんか揺さぶられる、まあこれはレオというか僕かもしれないけど、なんかそういうこうなんかうわーっていうなんかね瞬間がこうまあまああるっていう、まあでもなんかあんまりねこういっぱい語るよりもぜひね1話見ていただけるとなんだこりゃってなるのこと間違いなしなので、もうぜひ見ていただきたい。まあ、その中にね本当になんかこう絵も知れぬこう闘争心とかもう熱さみたいなものがね眠っているという、もうブルーロックを見たらね釘付けになること間違いないんで、ぜひとも皆さん見てください。よろしくお願いします。さあじゃあもう一ついきましょうか。みりんさんからいただきました。ゆむくんこんばんは。先日行われた虫かぶり放送直前記念ティーパーティー拝見しました。天国のような豪華絢爛なセットにて行われたティーパーティーならぬウォーターパーティーは、良平さん、内山さん、畑野さん、上田玲奈さん、ゆむくんの和やかで楽しいチームワークを存分に堪能できて最高でした。特に序盤あまり発言していなかった内山さんが、ゆむくんが読む今作のストーリーのイントロダクションの部分で都度愛の手を入れ、しまいにはゆむくんから少し静かにしてもらっていいですかと突っ込まれていたり、終始笑いの絶えない楽しい生配信でした。企画では料理をせずホームパーティーを開催しない内山さんへの質問や、M 気質をバラされる畑野さん、良平さんに確実に当てられると期待されるものの外してしまうゆうまくんなど、面白い回答と皆さんのさらなる魅力が伝わってきました。上田さん演じるエリアーナ嬢と良平さん演じるクリストファー殿下の奏でるファンタジックな物語が美しいアニメーションで描かれるのが今からとても楽しみですというふうにいただいております。ありがとうございます。はい、虫かぶり姫もうね本当にねあの世界観がね本当に美しく描かれていてですね、もうまさしくやっぱりあのこうファンタジーの世界っていうのをあのアニメに本当に美しく落とし込んで制作されているなというふうに、僕もね見てね思いました。このティーパーティー自体はまあ、出演キャストの皆さんでやらせていただいているんですけど、やっぱメンバーがもうなんというかもう安心のメンバーというかね、もう、まあ、僕から見てもですね、もういろんなところでご一緒させていただいている皆様なので、もう安心感しかなかったですしね、なんかやっぱこういっぱいいっぱい、まあ、虫かぶり姫あのみんな揃って喋るってことはね初めてだったんですごい楽しかったですね。まあ、あの当日のスタジオもすっごいなんか豪華絢爛な本当スタジオでですねなんかみんなただあのこうこの日衣装とかもね、自前で用意してくださいっていう日だったんで、これ豪華絢爛なのに割とヒップホップなあの良平さんみたいなのすごいなんかご本人も放送でおっしゃってましたけど、ちょっとめちゃくちゃ面白かったっていうそう
でもなんかねやっぱ虫かぶり姫、本当にその少女漫画っていうその王子様と、まあ、エリアナ城とのこの関係値、まあ、キュンキュンするようなシーン、確かに本当に、ね、赤面するぐらい、赤面したくなっちゃうぐらいね、なんか本当にこう、 うわーキュンキュンするっていうか恥ずかしいっていう本当に甘々な部分もあるんですけど、なんかそれだけじゃなくて結構その、まあ、サスペンスじゃないけどもこう謎解き的なこともあったりしてですね、こうお話がなんかこう起承転結というか、こうちょっと A パートで何かこう投げかけがあって、でそれに対してまあ B パートで解決していくみたいな、そういうのが結構入っていてですね、物語的にもこうしっかりこの言葉を捉えてね見るとね結構面白い、そういう作品になっているかななんていうふうに思います。まあ今の昨今なかなか珍しい本当にがっつりファンタジーな、しかも割と本当に古風なクラシックなファンタジー世界の作りっていうのはね結構最近珍しいと思いますんで、ぜひそういうのも好きな方にはぜひご覧いただきたいなと思います。でも本当にもう単純にもうキュンキュンしてもらえたらこの作品はとてもいいなというふうに思います。はい、ぜひ虫かぶり姫ご覧ください。さあというわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナー皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はyuma@joqr.net です。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ミュージックフェアでもパフォーマンスさせていただきましたこちらの楽曲、内田ゆうまでコングラッツ。集まったハートヒートアップ。これってイコールサイン？イコールサインは直訳するとイコールの記号のことです。そこでこのコーナーではリスナーの皆さんからこれとこれってイコールですよねと思うものを送ってもらいまして、私内田ゆうまがそれが等しいものなのか判定してまいります。というわけでメールをご紹介していきましょう。ラジオネームくまこさんからいただきました。ここ数年うっすら気づいてはいましたが、今年ついに花粉症デビューをしてしまいました。仕事中くしゃみと鼻水のオンパレードでヒーヒー言っていましたが、ふと鏡を見たらいつも万年一重だった私のまぶたがなんと二重になっていました。見つけた瞬間の脳内 BGM はコングラッツが流れウキウキ、今もう二重のまま癖がついてくれています。花粉症と引き換えに二重まぶたを手に入れた私はイコールですか？判定お願いします。イコール Why you are my me my 二重の線がイコール、
コールですね。めちゃくちゃイコールじゃないですか。イコールかける2ですか、ね、最高ですね。大切にしてください、クマップさん。ありがとうございます。さあ続きましてこちら、ラジオネームメイさん。ゆうまくんスタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。先日オムライスを作りました。卵を焼くところまではうまくいったのですが、ケチャップライスの上に乗せるところで盛大に机の上にこぼしてしまいました。こぼした卵をお皿に戻しながら、ああ今日は何もうまくいかないなと思っていたのですが、ふとお皿に戻った卵を見ると、なんとガンバルーマの形になっていたのです。結果的に可愛く美味しいオムライスができて、沈んでいた気分もなんだかハッピーになりました。ゆうまくん、これってイコールですよね。馬です。それは馬です。ガンバルーマの形になってました。大丈夫ですか。それは呪いじゃないですか。大丈夫ですか。ぐちゃぐちゃな卵、ぐちゃぐちゃ言うな、ぐちゃぐちゃ言うな。ガンバルーマのことを、あいつだって頑張ってんだな。馬になりましたか。ぜひその、全て平らげてね、あげてね。ありがとうございます。いや素晴らしいですね。いや続きましてはこちら、ゆうひさんからいただいています。ゆうまくんスタッフ皆さん、こんばんは。いつも楽しく会長しています。イコールかどうか気になったので送ります。飼い猫がゆうまくんの声や曲を流すと、にゃーと泣きながら近づいてきて、ゴロゴロ言ったりグッズに懐きます。他のものには懐かず、なぜかゆうまくんの声やグッズにだけすごい勢いで向かってきてくっつろぎます。この間も音の出てるスマホに頭をすり寄せてきたので、思わず、お前も内田ゆうまなのかと尋ねてしまいました。うちの猫は内田ゆうまですか。これってイコールなんでしょうか。これは内田ゆうまです。イコール。動物もありでしょ。それ。それはそうですね。やっぱ反応してきちゃうということは共鳴してるわけですから、もうね、内田ゆうまですよ。エコーにもこの子の、あの気持ちも乗せなきゃな、この猫ちゃんのね、ゆうひさんちの猫ちゃんの気持ちもね、乗せて歌いたいと思います。ありがとうございます。キリがない。さあというわけで、こんな感じで皆さんがイコールだと思うものを送ってください。以上、これってイコールサインのコーナーでした。内田ゆうま、ハートヒートハップ。お送りしてきました内田ゆうまハートヒートホップ。今夜もそろそろ火を消すお時間になってしまいました。番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送内田ゆうまハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字で、ゆうま @joqr.net、 ゆうま @joqr.net、 ゆうまの綴りは yuma です。メールを読まれた方の中から毎週1名様にはハートヒートホープのステッカーをお送りしますので、必ず住所、氏名、郵便番号も明記の上お便りを送ってください。この番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田ゆうまオフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組、番組公式ツイッターもございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、こちらもフォローお願いいたします。最後に内田ゆうまからのお知らせです。内田ゆうま日本武道館ライブの開催が決定しております。11月12日土曜日と11月13日日曜日の 2days、 ライブタイトルはゆうま内田ライブ2022グラッツ Your World Our World です。2日間それぞれ異なるテーマで2つのステージを楽しんでもらいたいと思っております。さらに内田ゆうまジョイサウンドコラボキャンペーンが現在実施中です。ジョイサウンド MAX5 を導入している対象店舗にて、昨年開催されたイコールサインスペシャルダイジェストと内田ゆうまの取り下ろしコメント映像が見ることができます。ぜひお近くのカラオケ屋さんでお楽しみください。内田ゆうまジョイサウンドコラボキャンペーン、嬉しいですね。またやらせていただいて、ぜひ皆さん遊びに行ってください。そして10月から出演中の作品情報です。ブルーロック三影レオ役、虫かぶり姫グレン・アイゼナハ役、悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみましたアイザック・ロンバール役、ヒューマンバグ大学不死学部不幸学科下田正役、弱虫ペダルリミットブレイク新海優斗役、ちいかわラッコ役、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ川木役、
デリシャスパーティープリキュア、品田匠役などなどで出演しております。皆様チェックの方よろしくお願いします。そして今日のステッカー当選者はこの方、 A&G のコーナーの方にメール送ってくださいましたキルちゃんさん、ありがとうございます。この方、冷やし焼き芋のお話を送ってきてくださったんですけどね、あの地上波でお聞きの方もね、知ってますかね、冷やし焼き芋。僕はもう今大興奮です。冷やし焼き芋に、冷やし焼き芋イコールエターナルソードだと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、というわけで、本日の放送いかがでしたでしょうか。まあとはいえ、あの武道館本当にあともう1ヶ月ないところなので、もうラストスパートというところで、皆さんね、ぜひ準備してですね、楽しむ準備もね、ぜひ皆さんにはしていただきたいですね。たくさん内田祐馬の楽曲聴いてきていただけますと、あんな曲やこんな曲聴けるかもしれません。ぜひね、今までもニューワールドまで振り返ってね、たくさん聴いて楽しんでください。よろしくお願いします。さあ、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田祐馬でした。次回もハライラハープ。内田祐馬ハートヒートホップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。